最近くら寿司というと他の寿司屋にない面白いものがいっぱいあるんですよね。あのお皿食べ終わったお皿を入れるとなんか中で抽選が回って当たるとカプセルがもらえるガチャガチャですねガチャガチャのカプセルがもらえるそういうもので人気ありますね。特に子供たちに人気ありますね。そこの皿を回収するシステムこれまあ私たちも便利です。テーブルの上が散らかららかかないからただこれ お金を消費させる利点があるんですよね利点というか店側の利点こっちに使わせてしまうんですよねどういうことかというと食べた枚数が把握できない数値では把握できる今何枚食べたかって数値には出てますでも感覚的には把握できないんですよね例えば蔵寿司やない回転寿司やそこで食べた場合全部お皿積み上がりますよだからこれ見てああこんなに食べたんだってなるんですよねいっぱいあれば まあ満腹感というより見た目食べ過ぎたな経済的に食べ過ぎたなそっちの抑止力が働くんですよねそれ一方食らずし皿は全て入れられてますだから抑制力が働かないんですよね感覚的本能的に何枚食べたかどのくらい食べたかそれが把握しづらいんですよねこれうまい考えですよね何気に顧客サービスでもある顧客サービスでも,でもある でも店側もそれなりにリターンがあるまあ数割はあれでアップしてるんじゃないですかね感覚的にまあ他にもお皿の回転率が上がるから皿の枚数他のくら寿司以外の店舗と比べると少ないんじゃないですかねお皿の回転率が高いからお皿も流動的ですからね普通の寿司屋だったらこっちで食べてったら全部お客さんのテーブルのところに置いてあるだからその皿は仕事できないんですよねそういう利点はありますね まあなんか冷静にいろいろなサービス見てみるの面白いのかなと思いますね、まあ、くら寿司食べてる時にそんなこと思いつかないですよでも思いついたら面白いじゃないですかそしたらなんかそういう話好きな人と話してみることいいのかなと思いますねじゃあ自閉の動画解放軍登録お願いしますお願いしますまあグしグす感がいまいじゃないですかい <laughs> <laughs>